皆さんこんにちは。1960年代チョコの愛称で人気を博した本間千代子さん、女優だけでなく歌詞や作詞家としても数多くのヒット作を生み出しました。そこで今回は本間千代子さんの経歴を振り返りながら、吉永小百合さんとの関係や結婚、子供について、また現在の様子についても紹介していきます。本間千代子さんは1945年1月29日に長野県で生まれました。2023年現在で78歳になります。次男次女の次女として戦時疎開先の長野県で生まれた本間千代子さんは、終戦後に東京都杉並区西荻窪に移り、近くの歌手の美幼稚園に通いました。この頃から歌が好きだったという本間千代子さんは、 NHK 歌のおばさんだった安西愛子さんから童謡を習い、小学校に通うようになってからは美鈴児童合唱団で歌を勉強しました。この時指導してくれたのが当時高校3年生だった富田勲さんで、この方は後に本間千代子さんの姉の夫となる人でした。その後ポリドール児童合唱団に所属し、1951年に NHK からケンケンコキジ、お菓子の汽車が放送されました。小学校4年生になった頃からは神奈川県横浜市鶴見区のひばり児童合唱団に往復4時間かけて通い始めました。すると本間千代子さんはそこで合唱団団長の皆川和子さんに見出され、皆川和子さんの自宅で個人レッスンを受けるようになりました。そしてその後はオペレッタ、醜いアヒルの子に主演、さらに松島智子さん主演の魔法の笛にも出演し、小学校5年生の夏からはコロンビア専属童謡歌手になりました。また1957年からは義兄である富田勲の勧めで東映東京撮影所に出入りするようになりました。すると所内で可愛い子が来ているじゃないかと話題になり、1958年8月からは東映児童研修所の1期生になりました。高校を卒業後は東映に入社し、児童向け映画「六人姉妹」で女優デビュー。そして1961年には高倉健さん主演の映画「恋と太陽のギャング」に出演し、本格的に映画デビューを果たしました。以降は清楚な容姿を生かして青春映画を中心に活動しながら児童歌謡を歌いました。そして1964年には第9回エランドール賞新人賞を市川染五郎さんや松原千恵子さんと共に受賞、東映の青春アイドルスターとして人気を博していきます。しかしその後から東映東京所長が変わると、東映が扱う作品の方向性も変わっていきました。そんな当時について本間千代子さんは、東映に入社したらギャング映画ばかりなんです、私なんか親分の娘とか妹に使われるだけでしょ、このまま便利屋で終わってしまうんじゃないかと不安になって、それでテレビに出て役柄を広げていきたいと思ったんですが、テレビドラマには出させてくれないと不満を明かしていました。一方東映としてはヤクザ映画のお付き合いは嫌、エロ映画は嫌いと反発し、いくら仕事の話を持って行っても断ってくる本間千代子さんに手を焼いていたそうです。そのため本間千代子さんは人気があったものの、だんだん映画に企画されなくなっていってしまったそうです。しかしその後映画「愛と死を見つめて」の映画やドラマの大ヒットを皮切りに、世間は純愛ブームに、すると本間千代子さんに追い風が吹き始めます。そして東映でも青春路線の作品の制作が始まりましたが、不振が続き青春路線はすぐに交代、企画されていた本間千代子さんの出演作も次々と没になり、1965年5月に公開された「大い雲」以降は実質干された状態になってしまいました。しかし本間千代子さんはこの頃からテレビで大活躍。1965年2月から放送された「チコと一緒に」や NHK 大河ドラマ「大野閣記」に出演し、どんどん人気を博していきました。またこの頃から多くのレコードを吹き込み、民音や老音主催の歌の仕事もこなしていきました。そして1966年7月大忍術映画渡りで1年半ぶりに映画に出演した後、東映を退社してフリーになりました。そんな本間千代子さんですが、デビュー当時からライバル的存在と
言われていたのが吉永小百合さんです。本間千代子さんと吉永小百合さんは同じ1945年生まれ、映画会社もレコード会社も違いますが、当時は人気を二分しているような時期でもありました。本間千代子さんは小学生の時に合唱団団長の皆川和子さんから個人指導を受けていましたが、実は吉永小百合さんも皆川和子さんからの個人指導を受けていました。そのためデビュー当時から何かと吉永小百合さんの対抗馬として扱われるようになったようです。本間千代子さんが東映の人気アイドルスターとなってからも、雑誌の人気投票や当時の人気を測るバロメーターであるブロマイドの売り上げも常に吉永小百合さんと1位2位を争っていました。ちなみに人気絶頂期の1964年、雑誌明星、近代映画等では本間千代子さんが吉永小百合さんを抑えて1位、ブロマイドの売り上げは1位が吉永小百合さん、2位が本間千代子さんでした。また当時の2人の人気は凄まじく、数多くいる同時期のスターの中でもテレビで冠番組を持ったのは本間千代子さんと吉永小百合さんだけでした。そんな本間千代子さんですが、プライベートでは1966年に歌手の守屋宏さんとの婚約を発表しました。守屋宏さんはホリプロスカウトキャラバンの第一号タレントとしてデビューした後、僕はナイチッチでブレイクしました。そんな二人は4年間の交際を経て婚約したことで大きな話題になりましたが、さらに世間の関心を集めることになったのは、守屋宏さんが創価学会員で本間千代子さんが熱心なクリスチャンというところでした。そのため二人の結婚は難しいのではないかと話題になりましたが、本人たちは信仰の違いは問題にならないとコメント。しかし最終的には本間千代子さんが改宗し、1967年1月に結婚したものの、結婚から約8年後の1975年に離婚してしまいました。その後守屋宏さんは一般女性と再婚、本間千代子さんは離婚から1年後の1976年に再婚しています。再婚相手はひばり児童合唱団時代からの幼なじみである日野木真二さんです。本間千代子さんはこの再婚をきっかけに芸能界を引退しています。また2人の間には2人の子供が生まれています。どちらも女の子ということですが、それ以上の情報は公開されていません。しかし日野木真二さんは一度だけ子供について海外に留学させたと明かしていたことがありました。芸能界を引退した本間千代子さんですが、その後は新しかずよという名義で作詞家としても活動していました。本間千代子さんは森進一さんが歌った熱愛という曲の作詞を担当し、1978年に日本作詞大賞を受賞しています。また本間千代子さんは学生時代から熱狂的な石原裕次郎さんファンとしても知られています。そのため以前から石原裕次郎さんの母校に憧れを持っていたことから、子育てが落ち着いた1993年、本間千代子さんが48歳の時になんと慶応義塾大学文学部に入学、通信教育課程を経て6年かけて卒業しました。そして2008年には日本大学大学院総合社会情報研究科博士前期課程に入学し、人間科学を専攻したそうです。また本間千代子さんは現在も全国の地域 FM 局ネットで放送されているおはようサタデー思いのままにミュージックサンキューという番組にラジオパーソナリティとして活動している夫の日野木真二さんと共に毎週出演しています。今回は本間千代子さんの経歴を振り返りながら、吉永小百合さんとの関係や結婚、子供について、また現在の様子についても紹介してきました。再婚をきっかけに芸能界を引退された本間千代子さんですが、その後は作詞家としてラジオパーソナリティとして精力的に活動しているようです。これからも元気に活躍していただきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。